ライさんが2月29日にライさんリリースパーティー ON タイム東京代官山ユニットで開催した。ここではイベントのオフィシャルレポートをお届けする。前日に新作 EP ピークタイムをリリースしたことを記念して開催されたこのパーティーにはゲストとしてピープル1も出演。人気の2組の共演にチケットは即完売で、フロアの後方までぎっしりとオーディエンスで埋まった中、両バンドが熱演を繰り広げた。トップバッターのピープル1は年明けにリリースされたニューアルバム星巡り君に奏ぼうの1曲目に収録されているピープルセーブザマシンを SE にメンバーがステージに登場して鈴からライブがスタート。アニメチェンソーマンのエンディングテーマに起用されたドグランドや銃の部品と序盤からテンションの高い楽曲を連発していった。ピープル1伊藤とデウのツインボーカルを最大の武器に、竹内のドラムを軸とした生演奏と同期を織り交ぜるステージングは見どころ十分。曲によってデウとサポートの田口がギター、ベース、キーボードなどを使い分けて再現度を高く楽曲を表現し、もう一人のサポートであるギターのベントラーカウのアグレッシブなプレースタイルを含め5人で熱狂を生み出していく。バラードナンバーのアジサイは伊藤によるアカペラとゴスペル風のコーラスも印象的。スラップスティックガールの覚醒器を用いたパフォーマンスに続いて CM ソングとしてもおなじみの人気曲クロップニックはイントロが流れた途端にクラップが起き、こちらも人気曲の怪獣を続けるとオーディエンスが一斉に手を挙げる。ポップな合唱コーラスを用いたパーティーチューン夏は巡るもフロアをさらに盛り上げた。テーマ僕は正直曲を作るとか演奏するよりもめちゃくちゃかっこいい曲が世の中に出た時の方がテンション上がるんですよ。そういう意味でライさんは最高。それこそライさんしちゃう。すごく嬉しい。そして今日呼んでくれて嬉しいです。ありがとうございますと話すと、最後はオートチューンを用いた多幸感たっぷりのハートブレイクダンスミュージックで充実のステージを締めくくった。ライさんは春日山、休日課長、フットビネガー、ゴートゥー、木下明、サポートの悦子、晩さん、川谷絵音の順でメンバーがステージに登場し、セッションを繰り広げると、最後に登場した CLR、サーヤが、その演奏に乗って、フリースタイルを披露。ウィーリライさん、とシャウトして、ダームイットが始まるというクールなオープニングに続いて、オーバーキルでは、オーディエンスと共にタオルを振り回し、ロックなライブを作り出していく。ライさん、ユニットのスケベな人たち、声を上げてください。と呼びかけて始まった、スケベなだけで金がないでは、春日山が、まこっちょのファンクベースを聴かせ、曲中で、CLR がリードした、スケベ&レスポンスで大盛り上がり。その後も、橋は焼かれた、グローといった曲を続け、江南時代のグルーヴを生み出す。楽器人の巧みな演奏に乗って CLR がスキルフルなフローを聴かせるステージからは、昨年のツアーやフェス出演で掴んだバンドとしての確かな自信が伝わってくる。明日 ZIP カーという CLR でなければありえない一言から始まった MC では、 CLR と晩さんを中心にトークが展開され、その楽しさもバンドの魅力に。厳しい世の中なので体の思想もムチッとしていこうと思ってますと話してからのムチでは、フットビネガーがビートミュージック的なニュアンスのリズムで貢献し、 EP のタイトル曲であるピークタイムではサビで一斉に手が振られる。ピ
ークタイムの収録曲はファーストアルバムウーピー以上にライブ映えのする楽曲が多く、続くカオスはその象徴。ハードコアなキメが続く前半からブレイクを挟んでトランスゾーンに突入すると、気がエモーショナルなプレイで高揚感を生み出していった。リズム隊のセッションから始まったトゥルーマンに続いては CLR と春日さんの小芝居を挟み、第3のライブではおなじみとなったリップ、スライムのカバー熱帯夜を演奏。この曲ではバンさんもステージ前方に出てきてラップを披露するなどして、オーディエンスと共にどうかなりそうな夜を作り出し、 CLR も最高の熱帯夜、最高のピークタイムですと満面の笑みを浮かべていた。最後の MC で CLR は明日めちゃくちゃ平日だし仕事の人もいると思います、でも今日みたいな日があるから頑張れるよみたいなことを言ってくれる人も多くて、それは私もそうで、第3で歌えるのは最高なんです。芸人のくせにとかいろいろ言われたけど、続けてたら大丈夫だなって思えるようになってきたので、ほんと皆さんのおかげです、ありがとうございますと感謝を伝え、フロアは大きな拍手に包まれる。だから大丈夫だよっていう意味も込めて、最後みんなで歌って帰れればと思いますと言って演奏されたテイクイットイージーでは、ミラーボールが輝く中、オーディエンスが一斉にクラップをしてポジティブなフィーリングで本編が終了した。アンコールではまだみんなのことオーバーキルできてないんじゃないかと思って、本当にキルできるまでオーバーキルやってみてもいいですかと話して、オーバーキルのサビを計4回繰り返すという荒技を披露。タオルを回し続けたフロアに笑顔と心地いい疲労感が広がる中、最後の曲は悪い時のピークタイムを思って歌った曲です。地味な泥臭いどんよりした生活でも、その延長に今日みたいな日があるからもっと頑張ろうと思えるので、今日のライブを目いっぱい楽しんで明日からの普通の生活を頑張ってまた会いましょうと語りかけると、この日最後に届けられたのは EP のラストナンバーでもある生活。芸事に生きる自身の人生の過去と現在を赤裸々に綴ったこの曲では、これまでと一転して CLR の歌の表情がぐっと切なく胸に響くものがある。聴き手一人一人の人生を肯定する雷さんの音楽がこれからより多くの人にとって心の拠り所となるに違いないと感じた人よだった。取材文金志向部撮影三浦大輝第3リリースパーティー ON タイムセットリスト2024年2月29日木曜日、東京代官山ユニットピープル一輪のグランド10の部品アジサイスラップスティックガールフロップ肉怪獣夏は巡るハートブレイクダンスミュージックライサンダミットオーバーキルスケベなだけで金がない橋は焼かれたグロームチピークチメのスウェット系ヨストルーム熱帯夜テイクイットイージーオーバーキル生活デジタル EP ピークタイムピークタイムジャケット2024年2月28日水曜日リリース https://rainsn.lmk.2/ 名古屋ボトムラインオープンスタート18時15分19 5月17日金曜日宮城仙台マカナオープンスタート18時30分19 5月19日日曜日大阪心斎橋ビッグキャットオープンスタート17時18 5月23日木曜日石川金沢 AG オープンスタート18時30分19 5月26日日曜日東京ゼップ新宿オープンスタート17時18 5月30日木曜日北海道札幌キューブガーデンオープンスタート18時30分19時料金スタンディング4000